北アジア国際連合によるアジアの地域の分類北、アジア中央アジア西アジア南アジア東、アジア東南アジア北アジアは、ユーラシア大陸のある大山脈異北を指し、シベリアを主とする地域を言う。モンゴル及びロシアの領土が含まれるが、モンゴル及びロシア極東部は東アジアの一部とされることや、東アジアと合わせて北東アジアとされることもある。 中華人民共和国に先北部の一部や内モオコ、カザフスタン北部を北アジアに含むこともある。フィリップス・イラストレーテッド・アトラス・オブ・ザ・ワールドによる北アジアの定義は旧ソ連とされる。ユーラシア大陸の北部に位置し、西はウラル山脈を境にヨーロッパと接し、北は北極海に面し、東はベイリング海を挟んで北アメリカ大陸と隣接し、南は東。 アジアや中央アジアに隣接する。北アジア西部には西シベリア低地が広がり、帯川やエニセイ川が流れる。東部や南部は海抜が高めである。高緯度にあるため、冷帯に属する地域が多く、冬の気温が非常に低い。北極海沿岸部は寒帯である。国際連合による区分で北アジアに属する地域。ありがとうございます。